クリティカル。だからクリティカルめっちゃ出てるよ。出てるよ、クリティカル、クリティカル。ストップ、ストップ、ストップ。よし、来た来たよ、やっと来た。どう？クリティカルいっぱい出せ、いっぱい出せ。こんにちは、ケイダーです。今回はジョリーン使っていこうと思います。このキャラの特徴としましても、やっぱり SS ですよね。自強化プラス、追撃プラス、無敵化なんですけども、またね、追撃の倍率に関しては、結構未知数なんですよね。ただ、無敵化の SS は、1段階目が4ターン継続、2段階目だと8ターン継続するんで、結構無敵のターン数が長くなっています。まあ、その分2段階結構重いですけどね。友情コンボに関しても、砲撃型の超強プラズマと超強ヨーヨー弾なんで、友情ブーストも相まって結構火力は出るかなと思います。では、いろんなクエストで友情コンボ SS の火力見ていきましょう。とりあえずは、爆絶サンドバッグこと、ニラ行かないで使っていきます。ただね、今回ね、もう、ステッキもね、全然なかったんで、すいません、厳選が甘々ですが、お許しください。4P だけ挑戦系かつ、遊撃がついています。はい。まあ、ヨーヨー弾は、ジャック・ザ・リッパーでね、確証されたんですけども、まあ、そこそこ強いんですよ、これ。ただ、ランダム性が高いんで、まあ、倒せないことは結構あるんですけどね。はい。右下だけ残りましたね。まあ、プラズマに関しても、やっぱり引っ張らないといけない系の友情コンボなんで、まあ、友情は火力は高いけど、ちょっと扱い難しいというか、まあ、かなり今の環境だと、使いにくい方に入るのかな。はい。まあ、ヨーヨー弾は、上振れたら結構火力入りますし、ボスの裏とかにいると、火力が伸びやすいんですよね。逆に離れてると、ヨーヨー弾の軌道上、なかなか当たりにくいので、火力にムラが出るんですけど、はい。これはプラズマが効いてるかな。よしよし。まあ、こんだけボスの裏にいれば、これ 3P と 1P のヨーヨー弾は強いと思うよ、これ。はい。ですよね、はい。まあ、でも、分身分も入ってるから、分身いなかったら倒しきってなかったかな。じゃあ、まあ、プリシーパー持っていきますか。友情一体分だとさすがに倒せないんやろうな、これ。うん、さすがに無理やね。はい、SS 溜まりましたが、どうしようかな。なんか、下手に撃っちゃうと、自強化で倒しそうだから、もう一周待ちます。ラスギで撃とうかな。最初に触れた敵なんで、しっかりボス触れないといけないから。よし。まあまあまあ、この辺だったら簡単に解けますね。とりあえずは、じゃあ、横貫とかしとくか。はいはいはい。ああ、ヨーヨー弾頑張ったね、今。じゃあ次、SS を撃ちます。でも、対象の敵、ボスしかいないんで、立て替えすっか。はい。で、弱点に張り付くんですよね、これ。こっから、クリティカル。クリティカルめっちゃ出てるよ。はい。なんかすごいディレイがあんな。最後の追撃がおそらく結構倍率、まあ、めっちゃ高いわけじゃないんですけど、まあ、直殴り扱いなんで、そこで若干ゲージ飛ばしはできるかもしれないよっていう感じですね。じゃあ次はカルナで使っていこうと思います。まあこれね、アンドロメダとすごい相性がいいんですよね。ワープ減速魔法陣全部被ってるし、爆発枠なんで、一緒に組み合わせ上げると、友情コンボも活かすことができます。まあ、超攻撃じゃないですけどね、1P、2P は。うん。相性いいっすよね、これ。ヒット数もめっちゃ稼げますね。はいはいはい。プリシーパー溜まりましたと。まあ、SS2 段階溜まるか分かんないですけど、行ってみたいですね、ボスに。どんぐらい火力入るんかな。ただまあ多分そこまで期待はできないかなと思うんですよ。なんか、多分だいぶ接待しないとワンパンはできないと思うんですけど、ただ結構クリティカルは出てるんで、今日僕、マイスポット運気だったから、多分結構これ SS 追撃中出ると思います。
はい。頑張れ、プラズマ。あー、ヨーヨー弾ヨーヨー弾が下振れてんな。プラズマがやっぱりね、ちょっと扱いづらいですよね、この友情は。やっぱり引っ張って敵の裏に行かないといけない友情コンボなんで、今の環境で言うとやっぱちょっと扱いにくい方の友情かなとは思うんですけどね。はい、SS4P が溜まりましたが、まだ打たないでよ。まあ、SS もね、その2段階すごい、その無敵ターン長くて強いんですけど、分母来たとて、12ターン待たないといけないんですよね。まあ、即殺あれば、残り7ターンになるけど、ちょっとターン数がかかっちゃいますね。はい。取っても意味ないから、2P で取るか。あ、ダメダメ。何してんねん。さすが運気。はい、オッケー。で、友情で削っていくか。 2P4P。 あ、いい感じいい感じいい感じ。まあ、プラズマ引っ張ってくれよ。まあ、これプラズマの悪いところ出ましたね、今。はい。これ倒しきっていいかな。二段階の SS、ボス1で撃ってみたいですね。どんぐらい火力入るか見てみたいんで。じゃあ、あえてこれ雑魚処理に時間かけてみよっか。あえてね。しばらく覚醒しないので。そうすると、そうしましょう。クラーケン爆発いつかしてくれるんだけど、即死は耐えつついきましょうか。 OKOK。 ああ、ヨーヨー弾上振れた。まあまあまあいいでしょう。これぐらい削っておけば。混乱きました。とりあえず弾破壊しときたいね。オッケーオッケー。これで、ああでもちょっと削りすぎたか。まあいいでしょう。感染切り痛いな。切りが痛いな。耐えれる？これ。痛い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 。友情で削ってしまう。大丈夫か？横で撃ったらダメやし、倒しきってしまう可能性あるんやけど、これ。位置悪いな。逆に位置悪いんだ、これ。左にずれていくか、ちょっと。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。さあ、これでどんぐらい火力入るんでしょうか。多分ね、そんな出ないと思うんですけどね。クリティカル出まくれ。出てる、クリティカル、クリティカル。どう？6000万か。まあ、そんなかな。多分。うん、飛んでないよね。ああ、まあ、ちょっとぐらいか。なるほどね。まあ、仮にこれ、剣とか持っていたとしても無理ですもんね。まあ、接待が必要クラスですね、これは。対象いなくなったから多分ボスを狙った、近くの。はい。まあ、剣取りましょうか、これ。剣取って次行こうかな。まあ、2段階で SS 打ってるんで、混乱は多分、そうそう受けないかな。バリアのマークは出ないんですね、ここ。はい。で、混乱は防ぎました。
あ、友情強いね。うまく引っ張れた。2P の SS、じゃあラスゲで撃とうか。ここ突破して、プリシーパー撃っていこうかなと思います。さすがに倒せるよね、剣持ってたら。ラスゲ HP 多いとは思うけど。よし。ゆっくり出ました。オッケー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 。で、必ず最初にボスに触れないといけないから、ああ普通に殴りで倒しきれそうやけど、ね、交換したらクリティカル。はい、剣持ちですよ。4000万からクリティカル出てるね。最後の一撃で3000万ぐらい増えたと思う。はい、1億いきました。はい、まあ剣持ちだったらそれは強いけど、まあでもワンパンは厳しそうですね、この感じだと。では最後にダウトで使っていこうと思います。まあここだとね、ワンパンできんじゃないかなと思ってるんですが、 OK、 ウンバナイス。どうかな。でパワーフィー用の高スピアップで用の回帰7000盛りがあるんで、さすがにカウントブーストボール全部拾ったらいけるとは思うんですけど、ただ確証はないんで、どうかな、いけるかな。やっぱそこまでね、やっぱね、追撃の倍率高くないんで、微妙そうな感じもするんですよ。いけなさそうな気もするんですが、まあこんだけね、まあ接待ではないけど、まあ火力アップ要素があるんだったら、いけんじゃないかなと思うんですけど。で、いけてほしいですね。うん。ただまあ、自強化の部分で倒してしまう可能性もあるんで、失敗する可能性もあるんですけども。失敗したら、やり直します。はい。まあ、この辺は普通に抜いていきましょうか。まあ、パワーヒーだとオーバースペックだったかな。どうかな。あれって蘇生するっけ、クラーケン。蘇生するか。よしよしよし。もう、ヨウの SS とかもガンガン打っていって良さそうね。で、ヨウタロウを連れてきたんですけども、理由としては、これですね。朝倉ヨウのターンで、ヨウタロウを使って20%アップをつけておきます。ヘラクレスで全勝にできるかな。よしよし。ここの価値ね、ほんと倒しにくいもんね。いや、そんな綺麗に、そんな綺麗に。わあ、オッケー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 。次倒しましょう。カノンはここほんと強いもんね。でも真ん中に寄った方がこれ処理しにくいっていう、ジョルの動きや。オッケーオッケー。キャラが強すぎて、どうかな、なんかボスの HP 削りすぎ問題起こりそうな気もするけど。ただ逆に弱いとね、道中しんどいからね。とりあえず、ヘラクレスで突破しようかな、ここは。まあ、カノンか。剣は別にいらない。よしよし。で、ここで突破して、朝倉陽でボスいいんじゃなくて、多分適当でいけるよね、さすがに。カノンだったら。さすが、いや、強すぎやろ。マジで一撃か。ヒット数そんな稼げないけど、まあ倒せると思って打ちます。バラージあるからね。あ、ヨヨもあるからいけるか。
敵の触れる数は少ないけど、あ、これいったかな、さすがにこんだけ削ってれば。はい、いやー、ヨウもやっぱ強いな、こいつ。マジで。加速と割合持ってんのはずるいわ。さあ、ボスイン。とりあえずヘラクレスで絶対に価値は処理すると。剣持ってるから、いや、そもそもあれか、1フレでいけるか。変に倒すなよ。やばすぎ、それは。それはやばいってやめてよ。これ多分削りすぎるよな、絶対。オラオラで。オラオラの前か。オラ、自強化で削りすぎ問題絶対起こるから、これ。弱点、うまいことかわしてくれないかな。上弱の方がいいのかな。動き回ってる時に絶対弱点触れるもんね。あ、しかも、あ、陽太郎打つの忘れてたし、もう、最悪。無理だ、これ。多分、絶対倒してしまう。お、陽太郎、おーい！よし、帰ってきました。今度こそは成功させたい。とりあえず価値ね、価値優先して、まあ OKOKOK、 次のカノンで価値を倒しに行く。多分倒せるよね、これ。なんならもうジョルノロッケ残っててもいいんじゃないかな。倒せない。 OKOK、 いや、なんか殴りすぎ。ストップ。おーい、今度こそは決まってくれ。もうテイク6、7ぐらいですよ、これ。なんかもうめっちゃ撮影時間かかってるんですけど、これのせいで。もう失敗したくないな。頼む。どうやればいいかな？どう打てばいい？どう打つのが正解かな？弱点たくさん触ってしまう可能性があるんですよね。貫通だからもうしょうがないけど、薄めの方がいいかな。いや、でも下尺自体が多分ね、もう引きが悪いと思う、これは。まあそうなるよな、やっぱり。今度こそは成功させる。これ雑魚残しておいた方がいいかもね。成功させます。ジョルノロキアは残しておいて、で、初手でジョルノロキアじゃなくてボスをくれるんですよね。だったら成功するから、さすがにもう行ってくれ、頼む。頼むよ。できれば全フレね、壁。4面2回フレ。OK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 、もう加速いらん。ストップ。よし、来た。来たよ。やっと来た。どう？クリティカルいっぱい出せ。いっぱい出せ。倒せない。倒せない。過激7000盛りじゃ無理。でも倒してよ、それ。倒してよ、それ。まあ、そういうことか。やっぱり、直殴り扱いではあるものの、倍率自体はすごい低いんで、なかなかちょっとワンパン火力としては厳しいものはあるんじゃないかなっていうふうに思いました。そんな感じでジョリーン使っていったんですけども、まあ、なんか特徴がなんかパッとしない感じはしましたね。自強化追撃バリアって言ってね、結構 ESS は持ってるんですけども、モンストのゲーム上バリアがあってめっちゃいいなっていう場面がほとんどないんで、それだったら追撃の火力を上げて、まあ、バリアはなかったもよかったんじゃないかなと思うんですけども、まあこれ原作再現なのかな。やっぱりちょっと追撃のダメージも高くなかったんで、欲を言えば友情ブーストじゃなくて、水属性キラーだったら嬉しかったですね。ギミックに関してもワープ魔法陣原則なんで、一応近畿30とかでも使えるんですけど、
まあこれからなのかな、この感じだと。まあ天魔の古城とかでハマってきたらすごいありがたいんですけど、まあ未開27とかもあるんですけど、あのクエストは正直ギミックで戦っていくんで、別にジョリーンじゃなくても全然クリアはできます。まあ友情に関してもやっぱり村があるプラス、まあ、プラズマに関してもちょっと扱いが難しいので、半年後の評価がどうなってるかわかんないですけど、まあ、現状だけで見るとまあそこまでやっぱ使うクエストはないんで、まあほんと今後次第ですよね。ただこの枠めちゃめちゃ高難易度にはまりそうなところなんですよ。キャラも少ないし、限定キャラも工場キャラもいるところなんで、本当に天魔の古城がありそうな感じはしました。ワープ魔法陣はちらほらいるんで、ここはあんまりはまりそうな感じはないんですけど、まあやっぱりワープ原則かな。まあここでハマってきた場合には、2周継続のバリア SS も結構活躍すると思うんで、高難易度でハマってきたらまた評価は上がるかなと思います。そんな感じですね。よかったら皆さんの意見も教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。